ビッグマム海賊団の本体と麦わらの一味、間もなく交戦を開始する模様。どうする？このまま攻め入るか？いや、まだだ。両軍が消耗したところで、麦わら、ビッグマム、これ以上好きにはさせねえ。さ、ぜはははは、来たぞ。船長、麦わらとビッグマム。そうか、俺様の狙い通りだな。バジェス、お前に一つ頼みてえことは、麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首をかけ、これであいつもしまい。ウィーハハ、任せてくれて。よし、行くぞ野郎ども。ルフィ、ルフィがカイドウに使う。黒ひげ、やはり俺はスモーカーたちと先行して黒ひげの動向を探る。お前たちはあれだ。ビッグマムをなんとかして。雑。あれは麦わらの一味。麦わらを引き渡せ。ママの命令だ。逆らったらどうなるかわかるよな。くっ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 。来たか。ビッ、戦闘準備だ。俺も手を貸す。ルフィたちが目を覚ますまで俺たちで持ちこたえるぞ。危のうございます。
源氏よ、皆もあんなに傷ついておる。拙者は、拙者は耐えられぬ。誰かが死ぬのはもう見とうない。大将がよ、そんな顔すんじゃねえ。悪いな、不安にさせちまった。約束だもんな。今あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。俺は死なねえし、仲間も誰も死なせねえ。ご覧くだされ、桃之助様。仲間のために立ち上がり、仲間を守るために戦う者、それこそが海賊。ルフィ、もう戦えるか？ジャモ、もう大丈夫だ。ありがとな。よし、暴れるぞ。やっとしよう。おげっと。攻めてきたね。麦わら。どんどん使わないか。ひとまず麦わらを捕らえるぞ。さすがに懸賞金10億超えは伊達じゃないか。人気では負けていないつもりだったが、懸賞金は何億だろうがかけねえ。麦先輩のため命を懸けて戦うべ。麦わら傘下の海賊だ。俺の目的は麦わら一人。邪魔するな。俺たちも行こう。ルフィを邪魔する奴らを倒すぞ。偽物が鬱陶しいんだよ。さっさと倒して先に進むぜ。仕留めてくるぜ。ええ、頼んだぜ、バージェス。ではしばらく高みの見物といくか。さあ、どんどん潰し合え。ゼハハハハハ。
よくもやってくれたね。気は済んだ。麦わら屋のところに行くつもりか。そうはさせねえ。どうやキャンディーマンになりたい。なめるなよ。キャンディーマンにしてやる。こんなやつさっさとぶっ飛ばすぞ。目障りなやつは切り刻んでやる。目の前の敵を切る。今の俺たちの役目はそれだけだ。意見が合うとは珍しいな、アホ天使。それじゃ目の前の敵を蹴るとするか。なめてたのは俺の。ありがとな、お前のおかげで倒せたよ。感謝する。よし、先に進むぞ。ユースタスや、なぜお前がワノ国にいるんだ。お前に話す筋合いはねえな。隙も見せはしない。完璧な勝利を奪ってみせる。でもお前には負けねえよ。僕の美しさ見てるのか。あの時はさらに強くなっただと。麦わら、計り知れない奴だ。君に人気を譲ってやったんだ。感謝しろよ。だが助かったよ。ありがとう。先輩のお手本を煩わせて申し訳ねえべ。もっともっと精進するべよ。てめえだ、麦わら。ビッグマム、どけよ。今お前に用はねえ。もっとこっちに兵を回せ。ガンドジェットシェル。
しぶといやつめ。プロメテウス燃やし尽くしてやるな。はい、ママお前たち覚悟しろ。てめえら絶対に許さねえぞ。おい、お前たちもこっちに来な。はい、カズルマ、そろそろ頃合いみてえだな。一旦引くとするか。ひねりつぶしてやる。散々俺をここにしやがって許さねえぞ麦わら。仲間をなめんなよ、エグマム。その程度で俺に勝てると思うな。こにゃく、ハーハーバー。バラバラに挑んでも拉致が開かねえ。ビッグマムに一泡吹かせるには、ルフィ、一斉に仕掛けるぞ。うん。どこへ行きやがった。ああ、テアマスイのヤハズゲリ。いでででででで、我らの狙いはお前だって。さあ、ご飯の時間よ。くらえ。あん、のわわ、放電しなさい。時代三千麦わら、クロス大戦世界エオレックス、ね、バズーカやったか。いや、確かな手応えはねえな。あの方はまた復活してくるはずです。今のうちに先を急ぎましょう。あ、行こう。あいつら許さねえ。どこ行きやがった、麦わら。ジハハハハ、邪魔ねえな、ビッグマム。てめえは黒ひげか。麦わらに手ひどくやられたか。おめえのイカレっぷりもどうやらここまでみてえだな。さすがに耳を疑ったぜ。あんたとカイドウがぶつかるって知ったときはよ。あんたら麦わらをめぐり、お互いの戦力を消耗する。俺にとっちゃあんたらを潰す絶好の機会ってわけだ。麦わらの連中は予想以上にやってくれたぜ。大した苦労もなく四皇の首を取れる。二人もだ。あんたもカイドウもここで消えてもらう。置いたあんたらの時代はもう終わったんだよ。ふざけるんじゃねえ。俺がてめえみたいな若造に負けると思うのか。
カイドウ。黒ひげ、くだらねえ手を使いやがって。どいつもこいつも骨がねえ。ティーチ船長、すまねえ、闇討ちは失敗だ。そこのババアがどうなろうと知ったこっちゃねえ。だがこれ以上俺の島で暴れようってんなら生かしちゃおけねえな。ハハハハハ。二人揃っちまうとはさすがに分が悪い。裏かるぞ野郎ども。おう、突進するぞ。死に損なったな、リンリン。まあいい、これで邪魔者は残らず消えた。おろろろろ、待っている。麦わらの小僧、この俺を怒らせたことを後悔させてやる。どれだけ怒ってようと俺の邪魔は絶対させねえ。ポケット、ジャックピストル。おろろろろ、野郎ども、徹底的に奴らを潰せ。船を壊して奴らの退路を断つ。ジャストポケット、よっこーんのラトリング。なれば俺は麦わらを断つ。勝利する確率は限りなく高い。よっこーんのラトリング。そうはさせねえ。俺はジャックのところに行く。この辺の敵は頼んだぞ。おう、任せろ。ポケット、サニー号が危ない。私、アティアを止めに行く。拙者も行くでござる。黙って見ているわけにはいかぬ。俺たちがサニー号を守るからよ。あいつを抑えてくれ、頼む。ポケット、ポケット。ここバラトロメ、あいつをぶっ飛ばして必ずやルフィ先輩のお役に立つべよ。あいつ、最悪の世代じゃないか。僕の人気を返してもらうぞ。よーし、死ねえぞ。まさかここまでやるとは。リスクないが認めてやるよ、バカザル。こんやろ、頼むぞ。ギガントジェット。ビッグマム、黒姫ともにそるな。残るはカイドウだが、海兵が麦わらに加担しているとは。黙って返すわけにはいかない。死にそうぜ。しまった、スモーカーさん、私は大丈夫ですから、早く撤退してください。どうじゅ、踏み上がって、そこにいろ、すぐ向かう。海って、
バカな、この俺が。やった、サニーゴ守れたよ。ポケット、立ちふさがる敵は全て消し去るのみ。消す？この華々しい僕の存在を。そんなことさせるものか。邪魔だ、雑魚に弱ねえ。ヘムリンたち久しぶりだな。なんでワノ国にいるんだ。お前に言う義理はねえ。こっちにはこっちの事情があんだよ。お前たちの邪魔はしねえさ。ま、頑張るコットな。悪いが、お前はここまでだ。ドレーク元少将。油断したか。ロケット、ロケット。何やってんだ。気合を入れ直せ。面目ないでしょ。ありがとうございました。さて、俺はもう少し麦わらたちの戦いを見ていこうかね。よし、この辺りの敵を倒してカイドウまでの道を作るぞ。俺が勝利する確率 85%。 わざわざ挑むのは無謀というものだ。確率だ、くだらねえな。そんなもん俺がひっくり返してやるよ。エポール登場しろ。これでこの周辺の道は確保できた。この辺りの敵を倒せばカイドウまでの道を作れんじゃないか。てめえら邪魔だ、どけ。くそ、切っても切っても敵が湧いてきやがる。これで道を確保できたな。ウィッグ
来たな。お前たちがどれほどのものだろう、俺は止められやしどうしてはいられない。おい、何してやる。使えねえ奴らだ。俺が終わらせてやる。今度こそお前に勝つ。カイドウをぶっ飛ばす覚悟ちゃんとできてんだろうな。うがいねえとこ見せやがったら、そん時は俺がてめえごとカイドウをぶっ飛ばす。お前を一人で戦わせるものか。俺も行くぞルフィ。いよいよ奴との決戦の時だな。やるぞ麦わらや。俺たちはルフィの退路を確保するぞ。あいつは必ず勝って帰ってくる。炎上！ウロロロロロ！
分この程度か。全然大したことねえな。よっぽど死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん？そうか、お前あの大名の家臣か。いかにも。お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おいそこの小僧。あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。俺に盾ついたことを地獄で後悔しやがれ。今度こそ勝つ。俺たちが相手だ。近づいてもネタ死にするだけだろうな。俺たちはルフィ先輩を信じてできる限りご支援すんべ。ああ、奴の気をそらして麦わら屋が戦いやすいようにな。ここにいたらカイドウさんの攻撃に巻き込まれるぞ。撤退しろ。その程度の力では仲間一人も守れねえだろう。自らの無力さを思い知れ。外の奴らに攻撃を。まずい、早く止めねえと。なんだあの攻撃は。あれを食らったらまずいな。うわっ、危ねえ。雷か。避けてかねえと助けるの間に合わねえ。竜の鍵爪。はっ。雨。
防がれたか。おい、俺の仲間に手出すな。お前のやってることは所詮海賊ごっこ、何一つ守れやしねえ。仲間も皆ここで死ね。さあ、さっさと止めんぞ。おっと、さすがにこれはまずいんじゃないの。危ねえ、岩に隠れながら進まねえと。やらんやしねえ。観念せよカイドウ、人間の恨み今こそ晴らしてくれる。詰められたのは久々だ。小僧、お前は俺が殺してやるよ。どうだ、ルフィ先輩、俺たち
しはしねえ。助けられた。ありがとう。てめえら、俺を舐めすぎなんじゃねえのか。やつの隙をついて、一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。ちょっとおとなしくしときなさいよ。うん、お前拙者も見届ける。戦えなくても命を懸ける覚悟でござる。消し炭にしてやる。ボラボレース。どこ行った麦わら。俺はここだ、カイドウ。お前を倒して俺はモモとの約束を果たす。図に乗るな、海賊ごっこの小僧が。ゴムゴムの頭いって死ねねえもんだな、つまらねえ。こんな退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ、てめえらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。うわっ。スモーカー中将、皆さんはそのまま本部に帰還なすってください。ビッグマムとカイドウがしばらくおとなしくしてくれりゃいいが、海賊どもと組むのはこれで最後にしてえもんだ。ロウ、キッド、そして麦わら、奴らはさらに力を増し上がった。
絶対にあっちゃならねえ。あの世代から黒ひげに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは。力添え、まことに。よい、金右衛門。ルフィには拙者がお礼を申す。ルフィ、拙者たちと一緒に戦ってくれて、かたじけのござった。和の国も救われ、父上の志を継ぐことができ、本当に。感謝の言葉もないでござる。桃之助様、ご立派になられて。あ、頑張ったな、桃。気はね、前に言った通り、ワンピースを狙う間柄だ。いつか必ずてめえは倒す。ワンピースは俺が見つけるけどよ、敵とか倒すとかまだいいじゃねえか。今はよ、一緒に戦った仲間なんだからよ。ああ、いいじゃねえかよ、俺たちはもう仲間なんだからよ。あ、ルフィ、俺はそろそろ任務に戻るよ。無事でよかった。またどっかで会おう。まだいろよサボ。そうしてんだが、このところ革命軍も世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ。分かったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。じゃあな、サボ。との喧嘩は俺たちの勝ちだ。おかげで桃との約束を守れた。みんなありがとう。もしお前らが困ったら大声で俺たちを呼べ。必ず助けに行く。俺たちもまた困ったら助けを呼ぶからよ。俺たちの冒険はまだまだ続く。俺たちはずっと仲間で友達だ。友達じゃねえ。
し、やるぞ。今度こそ四皇をぶっ飛ばしてワンピースを見つけて。